しげしげチャンネル。こんにちは、ふみです。本日はですね、視聴者さん参加型3人ワイワイ、第2回目ということでやっていきたいと思います。今回はですね、なんと縛りを作りまして、ストーリーの報酬でもらえるマガマガしき影をリーダーとして使ってで、ちょっとね、3人ワイワイやっていこうかなと思います。なぜかというと、前々回かな、動画でこのね、マガマガしき影を使って闘技場さんかなに行ったんですけど、勝てたんですけど、やっぱ難しいんですよね、リーダースキルが。闇の3コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が6倍、残りドロップが3個以下でまた攻撃力が上昇するということで、かなり難しいリーダースキルなんですよ。でもやっぱり難しい方が楽しいじゃん。なんかね、前回はサクッと炭治郎とか、視聴者さんもね、炭治郎だったし、シリアスとかだったと思うんですけど、難しい方が、まあ、見てる方もやってる方もやりがいがあるんじゃないかということで、まあ、自陣のリーダーをマガマガ式、マガマガ式影、縛りで募集しようと思います。私のパーティーは、その前々回の動画と同じパーティーですね。スケットの方はヘルになっております。部屋を作っていきたいと思います。さあ、部屋を作りました。ちょっと不安になってきたな。てか、そもそもさ、影をさ、育成してるかな。みんな入ってきてくれるかがちょっと不安ではありますが、ちょっとツイッターで募集をかけていきたいと思います。さあ、来てくれるのでしょうか。いや、なかなか組んでる人いるのかな。前々回の動画でね、この土日に、3枚やるから、超究極かりんか影を使って募集するかもしれませんとは一応言ってはいるんですよ。言ってはいるんですけど、実際こう、組んだ人がいるのかどうか。お、それは影じゃないぞ。それは影じゃないんだ。みんなちゃんと読んできてくれてないぞ。みんなちゃんと読んで。みんなちゃんと読んでよ。ちょっと一回解散しますよ。はい。ということで、もう一回部屋を作り直しまして、ツイッターでツイートしました。まがまがしき影は、みんな目に入ってない。みんな影で入ってきてくれない。ピエン。これは見影。ウィズダムさん、ありがとう。影で入ってきてくれた。いいんじゃない？やっぱみんなさ、育成してないから、あれかな。あ、だ、いなくなった。あ、来た。あ、さっきも入ってきてくれた人かな。DK さん、それはセイナなんよ。それはセイナなんよ。あー、ありがとう。そうなの。影で募集してます。影いる影。あ、水着プレーナーと相性いいんかな。非属性だけど、あ、そして誰もいなくなった。あれ、誰も来ない、誰も来ない。いいんだな。あ、来た。ありがとう、細波さん。あともう一人。ごめんね、待たせて。あ、来た。それはファスカだな。それはファスカ。あー、いなくなった。いやー、かなり悲しいんですけど、今3回目の募集をツイッターでかけましたよ。いや、来なさすぎん？悲しいんだけど。そんなにハードル高いかな、マガマガしきさん。はい、4回目の募集ですね。もうリーダー何でもいいですって言いました。もう何でもいい。多分ハードルが高かったね。ごめん。みんな多分育成してないよね、マガマガしき影。パーティーも組んでないんだよ、きっと。仕方がない、何でもいいです。もう縛りをさ、募集すんのってあれだね、な
かなか難しいんだね。あ、来た。じゃあこれで行きたいと思います。ありがとう。左折禁止さん、ふうみんさん、頑張りましょう。結局私が毒振らせるけど大丈夫一人で毒振らせるけど大丈夫かな。じゃあ行きましょうか。優しい毒で殺してあげましょうね。しのぶさんを使って、ナイスじゃない。10コンボ顔面ありがとう。ナイス。いいよ、みんなのパーティーも見ていこうか。左折禁止さんが、カリンね、カリンです。カリントレーナー、いや、アテン2体おるし、ブルダンディもおるし、豪華なパーティーで無交換中、無交換中、めちゃ豪華だな。で、もう一人、フーミンさん。フーミンさんはバレイでね、バレイでやっぱ安定のバレイで、安定のバレイでさんです。いいよ。やっぱみんなさ、パズル上手だよね。メス、これ自分の番でさ、自分の番じゃないとさ、毒振ってこないよね、私。これはなかなか難しいところ。これは3個無理だな。あ、しかもずれてるし。これはむずい。しかもめっちゃ相手に毒を渡していくスタイルでやっております。すいません。毒だらけでごめんね。おお、落とし。落としうまいよね、みんな。さあ、アナザーガイスト相手に、3ターン使っていきますよ。いいよ、いいよ、ゆっくり行こうぜ。私がね、多分足を引っ張る形になりますが、すいませんね。これで倒した。あ、毒、あ、毒、あ、目覚めついてるのか、今。オッケー、オッケー。おお、リダチェン体勢ついてる。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。どうしたら、3個以下にできるのか問題。これ抜けんのかな。あ、硬い。めっちゃ足引っ張ってね。大丈夫？闇振りやすくした。あ、バインド食らっていくんですね。闇振りやすくしたいんですけど、闇振りやすくしたらさ、ちょっと相手にあんまりあれかなって。闇必要としてないじゃん、多分。あ、でもいっか。わかんないな。どうしたらいい、私。完全に足引っ張りパーティーですけどね。さ、ふうみんさん。なんかバレイでの安定感すごいな。いいよー、ナイス、ナイス、落とし。ナイス。ナイス。吸収。死にたくないよー。オッケー。怖っ。怖っ。全然足でまといる草。申し訳ない、こんな。感じで。おーおーおー、いいよ。え、大丈夫それ。おお、ナイス、ナイス。ふうみんさん、みんなアテン入ってんな。私もアテン入れてくるとかそういう問題じゃない、そういう問題じゃない。はい、ナイス。さあ、10、
じゃあ9回行きました。硬い、硬そう、硬そう。硬そう、しのぶさん使おう。優しい毒で殺してあげましょうね。ちゃんとさ、ちゃんとあれなんだけど、3個以下にしたいんだけど。あ、なってるんじゃない？さあ、行け。頑張れ。直すんだ。役に立たなすぎんか。あ、大丈夫？陣ある？あるね。ナイス。このマガマガ式影使い倒すの難しすぎんか。難しすぎる。だって今の割と倍に釣れてたけどさ、全然削れないじゃん。びっくりするぐらい削れんかった。申し訳ない。まあボスもね、この2人のどちらかに倒してもらおうかな。完全に人任せですね。最初しか倒してなくない私。1バトル目しか倒せてないね、多分。さあ11回。おお、根性か。怒ってる、怒ってるよ。それはまずくない。ヒル使おう。怒られちゃった。すごい繋がってるけどね。あのね、闇を3コンボじゃないとね。あー、これはいけるんかい。キラーかな、今のキラーが刺さったかな。毒振らせてごめんね。ありがとう。ジン持っててよかった。ナイス。パズルが上手、落としが上手。おー、おお、上手。ナイスナイス。そうか、クレーナがね、固定持ってるから強いね。13回。あ、もうほぼ勝ちですか。私も仮的なパーティー使いてー。仮的なパーティー使いたい人生だったな。ありがとう。ということで、ちょっとね、マガマガ式影リーダーで縛りでやりたかった気持ちあるけど、ちょっと難易度高かったかな。申し訳ございません。変な縛りして申し訳ございません。そして、左折禁止さん、フーミンさん、ありがとうございました。ナイスパズルでした。多分2人がいなかったら私はクリアできずに、終わってましたね。ということでね、こんな風に毎週、まあ多分土日でやると思いますけど、どっちかで Twitter で募集して 3Y やろうと思ってますので、ぜひやりたい方がいらっしゃいましたら Twitter をフォローしていただけると幸いです。高難易度な縛りは要求しないので、ぜひ皆さんよろしければ一緒にパズルドラしましょう。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、さよなら。